僕が撮っていいかい？いいの？始めるよ。どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日はこちらアポピス降臨絶壊滅級にフレイヤノーチラスパーティーで挑んでるんですけども、先ほどの画面こちら、現在2階で1階で金卵が落ちているということは、レムズール落ちました。クリアしていきましょう。このアカウントでのアポピス降臨の動画はまだ出していないので、まあ、どんな感じでクリアしているかっていうところをね、見ていただければと思います。指減らされているので、ここはセリカを使います。で、1回ね、L 字を挟まなきゃいけないと思いきや、僕の立ち回りだとこの後にノーチラスを変身させるので問題ないんですよ。コンボ数的には当たりましたね。 OK。 そう、この後変身使うことによって、このノーチラスの二色陣っていうのがロック解除陣なんですよ。だからもうそこで、まあ木ドロップの数にもよりますけど、まあ、9号とかね、組んであげればいいんじゃないかなと思っております。はい、ロック解除陣これめちゃくちゃ優秀で、暗闇がもうこのターンで終わりなんですけど、まあ、暗闇もね、だってこれ見えるじゃないですか。普通の丸いドロップが、そう、丸いドロップが木ドロップ で四角いのが回復ダメージ、分割も楽だと。完璧。はい、バトル4。リラチェン耐性はつけてます、ちゃんと。めんどくさいんでね。で、吸収無効、ここ一ターン、あと一ターンなんで貯めます。このオシリスの行動でね、木作ってくれるんですよ。なんで、まあ木つなげて軽減かけてもいいんですけど、かけなくてもいいという感じですね。はい、これで吸収無効を打って、まあ列でいいかな。コンボドロップ作ろうか、無駄に。そうだ、アシストとか全く説明してないわ。フレイヤのところにはママチャリ、バレリアにイノスケ、ミトニーストレンジ、トゥオレにオロチ、そのままオロチ武器から戻したんですよ、本体使いたいなって思って。でセリカに空間で、ノーチラスにゼラって感じです。でここはトゥオレでもうまんまね、デバフも取り返せる、覚醒無効も回復できるっていう感じですけど、キドロップないからノーチラス使いましょう。電波は上書きされます。でキドロップ足んなかったらさらにセリカ使ってもいいんですけども、あめ繋がるとこだった。はい、これで見たかなと思われます。キー乗ったね。よーし。でこっからはこのね、まあ変身前というか進化前というか、この形態はまあちょっとめんどくさいんですけど、ボスがね、やっぱすげー簡単っすね。超楽しい。これぐらいの難易度の降臨がやっぱ好きっすわ。めっちゃ楽しくない？いや、昨日のミルダムの初見攻略配信の中でも言ったんですけど、いや、ぶっちゃけね、アポピスの性能が良すぎるから、難しいと思ったんですよ。そう簡単に周回させてくれないと思ったんですけど、めちゃくちゃ周回しやすいね。だからこれ絶対作った方がいいです。言うてもスキル上げ50上げでめんどくさいって思った方もね、とりあえず本体は確保しておきましょう。1体でもいいから確保しといて、来週からおそらくガンコラ来るんですよ。ガンホーコラボで、そのダンジョンっていうのが P がめちゃくちゃ回収しやすいっていう非常に素晴らしいダンジョンなんで、もうそれでもう全部闇 P で50上げでいいと思います。はい、で大丈夫ですか黒猫さん。やい、サブ全下げのリラフレ全
全マシ、全ヘイストなんですけど、これね、ゼラ武器使ってからの、ママチャリからの、これね、ノーチラスエンハンス。で、キーちょっと少ないなぁと、パッと見で思ったら、セリカ使っちゃってもよくって、はい。で、ノーチラスエンハなんで、全属性の攻撃 2.2 倍。素晴らしい。これで無効感組むだけですね。で、ゼラ武器のやつなんで、コンボカさんも乗ってるっていうね。素晴らしいよ。これで、うん、2コンボカさんで11コンボ。ドーン。素晴らしいよ。で、もう一回これやらせてくれるんでね。いや、超簡単だよね。はい。ミラフレ上がりました。ゼラ武器使って、ママチャリして、あ、少な！そんな少ないことある？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ギリギリだわ。これどうすればいいの？こんなのしか組めないけど、これで何コンボになるんだ？ 2 コンボ加算もあるでしょ。あ、これで10いくんだ。すごっ。足んねえし、やばすぎでしょ。え、やばすぎでしょ。それはやばすぎるでしょ。いや、列でいけないかな。なんでさ、普段めちゃくちゃもう何周も何周も周回してるのにさ、こうやって動画撮るときというか、レムズール落ちたときこんな事故るの。押し切れ、頑張れ。うわー、いけた。危なかった。やるじゃないか。はい、ということで初ゲットレムズール。これマジで、まあ余裕のある方、なるべくゲットしたいですけど、何がいいかってこれなんですよね。売却用キラー、まあ、キングダイヤドラゴンのゲリラで使えますね。あとこのコンボ強化とかも使えますし、副属性も闇だからね、チャムチャムの武器とか持たせてあげたらだいぶいい火力出せるんじゃないかなと思います。で、まあね、僕は今もうガンガン育成中なんですけども、どれくらい作ろうかなって悩んでいて、まあ、アポピス本体2体は作っておきたいかな。潜在の振り分けとかで。2体作っといて、で、武器も2体作りたいかな。このコンボドロップ列4ってすごいよね。で、スキルも全然使えるし、普通に。これ、いや、ガチャゲンだよね。性能的に。はい、そんな感じです。で、初クリア報酬もね、プラス3000と、イベントメダル2次3枚もらえるので、まあ、まだクリアしてない方はね、何かの参考になれば幸いです。そんな感じで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いします。さよなら。